おはよう、こんにちは、こんばんは。アンニョーン。韓国ドラマを見てたら、酢豚を食べてて、韓国の酢豚は、これですよね。ドラマでよく見ます、僕。日本の酢豚は、味は一緒だと思うんですけど、見た目がね、全然違うんですよ。酢豚を買ってきました。これが、日本の酢豚です。ピーマンね、玉ねぎ、じゃがいも、人参、肉、パイナップル、パイナップル。日本の酢豚は、パイナップルが入ってるのと入ってないのがあるんですけども、パイナップルでよくね、討論になりますね。酢豚のパイナップルは許せるか許せないか。僕は気にしないので、全然 OK です。肉の感じも違うよね。韓国のサクサク美味しそうだけど。韓国の酢豚もね、ほんと食べてみたいんだよね。パイナップル。みんな、日本の酢豚食べたことありますか？どう思いましたか？味は、美味しいです。よかったらチャンネル登録、動画の拡散お願いします。一緒に楽しい生活を送りましょう。ファイティン。それじゃあみんなまたね。バイバイ。